今回は新日国モンゴルについてお話しします。まずは歴史的背景から調べてみましょう。モンゴルは1911年の侵害革命で新から独立し、1924年に人民共和国となりました。1939年5月、モンゴル軍と満州国軍の国境警備隊がノモンハン周辺で交戦し、 両国の後ろ盾である日本軍とソ連軍がそれぞれ兵力を派遣しました。対立国の日本との国交樹立は1972年で1990年代以降、日本からの ODA、政府開発援助により経済が活性化しました。その後、1992年に民主化運動が活発化し、新憲法を制定して民主国家となりました。 日本の対モンゴル政府開発援助 ODA では、インフラ整備に重点を置いています。発電所、通信、運輸関連などのインフラ分野への支援を実施し、市場経済移行期のモンゴル国民の生活を支えました。初等、中等学校の建設や保健医療機材の供与、 消防車両ゴミ収集車などの防災、衛生車両の供与も行われました。炭鉱施設の改修、火力発電所の継続的な改修、新空港の建設など、大規模なインフラ整備事業を中心に実施されました。首都ウランバートルの大気汚染対策能力強化プロジェクトが実施されています。 日本政府はモンゴルの国づくりを支援し、持続可能な成長と均衡の取れた発展を目指しています。この歴史的な経緯が、モンゴルと日本の友好関係を築く基盤となりました。朝昌流、白鵬春馬富士など大勢のモンゴル人の力士が日本で活躍していることもあり、日本に親近感を抱くモンゴル人は少なくありません。 モンゴル人は日本語学習に熱心で、日本のアニメや漫画の影響で日本に興味を持つ若者が多いです。2014年に日本との間で自由貿易協定 FTA と経済連携協定 EPA が締結され、経済的な交流が促進されています。これにより、両国のビジネスや投資が活性化しました。 東日本大震災が起きた際には、モンゴルの国家公務員全員が給与1日分を義援金として寄付したというエピソードもあります。ババジーチャンネル。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただき、どうぞ応援よろしくお願いします。